はい、こんにちは、ビッグボーイです。PUBG。今回はソロでやっていきます。パソコンを全部新しくしました。で、現在設定が、こんな感じ。オールウルトラの画面スケールもマックス。で、モーションブラーと垂直動機は切ってるっていう状態なんですが、信じられない。このロビー、100人近く、もちろん集結するんで、いつも必ず重たくなるんだけど、全然重たくない。あ、でもちょっと画面スケールマックスはやめた方がいいな。105ぐらいにしとこう。いや、このロビー画面でも60フレーム切んないっていうのは、すごいね。はい、ゴー。さあ、ちょっとミリベ付近のコンテナから行ってみよう。で、降下時もすごい。今140フレームほど 出てます。すごいな。あ、ちょっとこっち来てる人いそう。あ、いるわ。PUBG はね、最近、動画では全然やってなかったけど、動画外では結構遊んでて、アップデートでミニっていう AR が増えて、結構強くて、個人的な優先順位的には、上から順番に、ミニ M416、M16、ん？ M416 だっけ？なんだっけ？ M216 だっけ？で、スカーと。スカーはいつもね、後回しにしてるな。落ちてても。あ、これ大丈夫か？はい、OK。なんか敵が近くに降りてたから。アコム。あ、そうだ、アコムはね、アコムちょっと反動高いから、おー、エリアドンピシャだ。あんまね、落ちてても拾うことはない。SKS は大歓迎だけど。早速ミニあったね。ミニは5.56。で、ミニのよくわかんないところが、SR のアタッチメントがついたり、なんかいろいろバラバラで 強いからいいけど。とばっかった。敵向こうの方に降りてたよな。とでっけえ枠。ミリタリーバッグレベル3だ。アップデートに伴って一部のアイテムの名称が SKS じゃん？名称が変わったり。今回7.62で固めてっていいな。そろそろ新マップとか、あと追加モーション。追加モーションについては確か11月を目指してるとは言ってたけど、ここで落としてくんねえかな。落とさんか。これっすか。やっぱコンテナいいアイテム多いな。さっきの敵どこ行ったんだ。こっち下げたかな。ソロの時は最近あんまり積極的に戦いを挑もうとする人は見ないんだけど、偶然敵と出くわすことはそりゃあるけど、わかんないな。どう？バックか。この辺のアイテム回収しちゃって車でどっか移動しようかな。アングルドフォアグリップ。なんかスコープが欲しいんだけど。クロスボウ、ミリタリーヘルメット。ヘルメットの名前もなんか変わって、一番上がスペツナズヘルメットって名前になってたな、そういえば。よー、スコープがない。
家屋に行くか。おお、レッドロットか。これはトミガン？トミガンこんなとこにあった。トミガンはいいや。あれ、てかトミガンって救援物資ドロップじゃなかったか。ってなんだあのバギー。嫌なバギー見えたな。お、レッドドット、レッドドットじゃな、最低2倍欲しいな。空いてるー。あ、ちょっとするな、おい。行った、よし。早いところ、モーションが欲しいな。モーションが増えたら増えたで、今度は凸が増えそうな気もするけど。あ、いたいたいた。ホロか。ホロの方が好きだからホロにしとこう。ただ、他は特に、これといって。はい。多分この敵はさ、さっきのバギー乗ってた敵だよな。ああ、そうだね。あ、しまった。7.6 にオンリーとか言ってたけど、ミニ 5.56 じゃん。どうしよっかな。もうちょっとこの辺見てバギーで移動するか。はい、OK。こっち行こうか。サブ欲しいな。これの音か。おっと、向こう上開いてんな。逃げちゃう逃げちゃう。おっと、撃たれた。いたな。あー、タイヤータイヤー。ダメか、降りるか。あ、撃ってきてる。そこのバギー欲しい。弾が無駄になるだけだからやめとこう。あ、バイクもあるな。これは4倍スコープだ。スカスにつけて。弾もうちょっと欲しいな。
常時100フレームほどはね、出ております。最高に快適。おったい。まあ、このミリベエリアでミリベにもう早々に入って裏に回ってる人はまだいないということを願いたい。ラチアか。いた。乗り換えとこ。アギって身を乗り出してる、身を乗り出してるわけじゃないけど、天井ないから怖いんだよな。でここも未探索だね。この辺探索に来る人がいるならば確実に車かなんかに乗ってるはずだからな。グリップはついてる。頼む、ちょっと弾をくれ。ミリヘルもらっとこう。ここで物資来るかな。さすがにないか。ないな頭。バック。あ、手榴弾ばっかりだな。弾、まあ、ショットガンか。弾がね、弾ない、あった。あーでも 7.62 か。なんでミニの弾捨てちゃったし。あとはここか。エリア入ってるから平坦なところあんま行きたくないけど、行ってみっか。警察ベストが何気レベル1なのもちょっと。もう32か。たまにここ後ろ船で上陸、ノルマンディ上陸してくるやつとかいるからな。さあどうだ、ここは開いてるじゃん、開いてるじゃん、開いてるじゃん。こっち行こう。行こうっつってもな、エリア外か。これもうミリベ行っちゃうか。それがいい。そう、ミリベのこの右側のこのちょっと山になってるところ、ここまで来たら敵を剥ぎ取って、敵の装備を剥ぎ取って弾ゲットしないとな。なんであんなとこに。しばらくここに待機してみっか。物資来た。こっち真上通るな。
修正が多分 NE の方から。ああ、そっちか。あ、取りに行くやついそうだな。ああ、向こうか。どうしような。あれ、一応、次のエリアの進行方向ではある。とりあえず車乗ろう。行けちゃうな。待て、エリア外だ、ここ。うわー。まあ、いっか。M249。一番のがっかり武器だわ。弾あっただけいっか。捨てとこ。さて、怖いぞ、こう突っ走るのは。結構怖いぞ。4倍拾えてよかった。バイク？これ木の裏に隠れられてたら積んじゃう。絶対先回りいるな。あ、なんでこんな持ってんだ。エナドレのんとこ。道路の方まで降りないといけないのか、これ。ついこの前もエリア、あら、車がある。ついこの前もエリア、こんな感じの時あったんだよな。木はないか。ああ、どうしようかな。この木だな。ああ、怖え。あんまいい位置取りじゃないな。行った。あの木の後ろ行ったか。マジで ひどい。一旦スコープ切り替えて、いやー、ひどいな これだからね、PUBG って実力5割、運5割なゲームだと思うんだよね。あと19人か。車はあるっちゃあるな、あるっちゃあるけど。
あんなとこに物資落ちてる。後で使ってももったいないから鎮痛剤を使おう。はい、物資からジャケット拾った意味あったかな。これむしろ目立つんじゃないかな。おお、ここ木が多いな。おっとっとっと、ああ今なんかいた。木が多いのは助かる。家入ったぞやつ。とりあえずエリアインと、ああ向こうか。あら、こっちには来ないでしょう。あの家エリアか。近い。あ、近いってか、あの家エリアじゃん。マジかよ。こきついな。結構遠くから銃声すんな。どうする？位置取りが悪いぞ。あの民家。こっち回ってくる敵いてもおかしくないからな。あの横の民家まで行くのはありだけど、この民家行って木の後ろに入る。あの民家に入ってしまった敵が本当くせ者だな。引くっきゃね。家の中入った以上外側見るようなことはしないと思うんだけどな。こっちの民家にいるかは確認してない。いたらまずい。ああ、やばい、スナイパーか。いいぞ、どんどん外せ。いるんじゃねこの民家。音するな。2階があるのか。エリアがやばい。はい、いるよね。あの敵の遺品も回収したいところだけど、あっちの民家にまだ敵がいるんだよな、きっと。バイクに乗った？待てよ。ちょっとアイテムがやばいから、なんか見た方がいいな。で、どこで死んだ？わからないと。もうしゃあない。行くっけない。あと8人。M24 持ってんのか。わ、しかも木が細い。
ちからも銃声か。近い近い近い。行ったー、あの木だ。だけどもう近くにもまだいるな。あ、移動してる。おっ、うん、あーくそ、なんでジャンプしちゃった。6番に切る。まあとりあえず新しいグラボのベンチマークも含めて遊んでみました。しかも今の UMP か。ベストもうちょっといいの拾っときたかったな。というわけで今回はこんなところで、またソロもぼちぼちたまーにごくまれにやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。